皆さんどうも、釜江康則です。今からですね、一人じゃ怖いもんの撮影に、まさに今から行くところなんですけども、今日はですね、何の回を撮るのかといえば、荒木麟太郎のお誕生日をお祝いする回を撮ろうと思います。ということで、前回同様に予算3000円を使って、荒木麟太郎がきっと喜ぶであろうプレゼントを買ってきました。なんですが、それとは別にもう一つね、渡したいものがあって、それは何かというと、荒木麟太郎が今ものすごく抵抗を感じているプラモデルを渡したいと思います。流れとしては、まずプラモデルを渡して、その後本ちゃんのプレゼントを渡すという流れです。さて、荒木麟太郎はどんな反応をするのか、その辺も注目して、今回の動画ご覧ください。釜江康則と荒木麟太郎の一人じゃ怖いもん。今もう2時半、夜中の2時半ですよ。この間はね、なんか撮った時は午後の1時とか2時だったんですけどね。そうですね、この間はね、今日はいつもと同じホームタイム。安定さあ、オールス安定のね。さあ、ということで、はい、今回は、はいはい、何をしようかというか、うん、大事なことがございますね、うん、はいはいはい。荒木麟太郎、まもなく9月2日お誕生日ですね。いや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 、いくつになられるの？ね、さっき2人とも分かんなくなっちゃってたんですけど、うんうん、あのね、今回の9月2日で僕は36歳に、お、年男、はい、なります。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。もうね、要はだから今年って寅年だから、うん、年男なわけですよ、うん、おかげでずっと36歳ですって言い続けたというか、なるほど、36になる年ですって言ったせいで、9月2日で7になるのみたいな。そうだね。あれどうだっけみたいな感じになって、なんかね、不思議な感じだった、ね、よく分かんなかったですけど、36になりますね。まあ、このチャンネルで、はい、荒木麟太郎の誕生日を2回目ですか、もう。1回目はね、リモートでした、ね、リモートでしたけどね、2回目回ってくると思ってなかったですね。そうだね、よくやってるね。本当になので、はい、恒例のお誕生日プレゼント交換ですね。おー、ありがたい、嬉しい。この間ね、あのプレゼント交換したばっかなのに。あ、そうだね、いや、あのねぎらおうっつって1周年もね。1周年記念でね、なんか今度はもう誕生日ということで、ありがとうございます、恒例のね、はい、プレゼントを予算金額内で用意してきましたので、案外むずいんですよね。まずいですね。果たして荒木麟太郎はどんな顔をするんでしょうかっていう、ね、いやー、緊張すんな。じゃあ、ちょっと待って、まだだよ、うん、どうぞ、開けますよ、いいよ、パッ、お、まだあるわ。なんだろう、すごいちゃんとした袋に。そうでしょ、はい、でも果たして、軽い、果たして何なのか、めちゃくちゃ軽い。俺はちょっとこの反応を楽しみにしてる。え、なんだろう、すごい軽いです。軽いですよ、フラモじゃないでしょう。いや、すみません、はい、じゃあみんなと一緒に。いやー、だだだだだ、まだまだ袋だよ、まだある、まだ袋出すでしょ。えー、なんだ、これどっちから、もう破いちゃっていいですよ、破いちゃっていいですよ、破いていい、いいです。なんだろう、わかんない、なんだろう、すいません、雑に焼けちゃいました。雑でいいですよ、雑でいいんです。じゃあ出しまーす。どうぞどうぞ。うーん、ガンダムじゃねえか。ガンダムでした。また作れと。それちなみにね、エントリーモデルっていう一番簡単なガンダムなんですけど、はいはいはい、まあね、もうバックトゥーザフューチャーやってる手前、もうガンダムは俺すぐ作れる。なんなら今、あ、ニッパーねえな、今日。ちなみにそれは一文くじって、はい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 、あの中で、あのゲットできる限定のやつなんです。クリアパーツが多いってやつね。あー、なるほどなるほどなるほど。つけると思う。で、俺はてっきりガンダムじゃねえかっていうか、もっと悲惨な顔をするかなと思ってた、荒木麟太郎。いや、別に、あのプラモデル恐怖症じゃない、今。まあまあまあね、いや、でも、あの、あ、ガンダムか、よかったって思って。あの、
これパチンコできるじゃないですか。そうだね。そう、あのデカールもねえし、やったぐらい思ってます。ラッキーと思って。なんか違うな、反応は。いや本当に俺ね、プラモスかっていうのをちょっと求めてたんだよな。本当に申し訳ない、あの十中八九プラモだろうと思ってたもんで。マジかよ。あ、でもこれなら俺今逆にこれなら作りたいぐらいあります。そっか、嬉しいの。え、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。いや、でもなんか、いや、読み違えたけど、はい、そんなに嬉しがってくれるなら、はいはい、実は、はい、それは、はい、プレイベントなんですよ。プレイ、つまりそれネタなんです。あ、なるほどね。そういうこと。本当に荒木凛太郎が喜ぶであろうものを、はいはいはい、もう一個用意してるんですよ。だってもうこれすでにいくらなのか分かんないけど、やば、用意してるんですよ。マジっすか、申し訳ない。ちょっとじゃあ取りましょう。あんだガンダムかよ。すごいの。どうぞ。あれ、またまた袋だ。あ、お菓子どうかな。あれ、これは、あ、本当だ、本格的な本格的な放送になってますね。ね、開けさせていただきます。はい、うわぁ、すごい、完全に譜面だ。いやぁ、すごいな。なんかね、ミュージシャンですから。今予想だと何だと思う？え、これ、うん、そのサイズか。ちょっと恋人かい。バレンタインか。いや、なんだ、ちょっと待って。あれ、なんだ、竹置口ですよ。どうぞ、開けますよ。はい、開けてください。おおおお、なんだなんだ、おおおおおお、なんだこれ。あー、ちゃんとしてるやつ。めちゃくちゃちゃんとしてる。なにこれ、財布ですか。そうです、そうです。お財布です。マジで、お財布です。やば、予算内ですよ。セール品でございまして。あ、そうなんですね。あの、本当にいいものをお安く手にできたんです。うわぁ、はい、ものじゃない。ハードオフ。ハードオフじゃない。新品ですよ。すごい。新品です。めちゃくちゃいいじゃないですか。きっとまた、あれですよ。コロナが落ち着いたら、ね、いろいろ全国飛び回って歌いに行くこともあるでしょう。はいはい。そういう時にちょっと小ぶりな財布とかあると、いいじゃないですか。いやー、めちゃくちゃ嬉しい。いいじゃないですか。はいはい。なんでお札も入って、ちょっと小銭も入って、カードも入ってっていう。いやー、マジで。そう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 。めっちゃ嬉しいです。よかったです。マジでめちゃくちゃ嬉しい。はい、うわー、ありがとうございます。竹置口さん、僕も好きなメーカーというかね、はいはいはい、ブランドで、よく服とかも僕も着てるんですけど。いやだっていい革ですよ。いや、だからね、ちょっといいものを。ええー。といってもそんなにお値段張るものではないんですけど。本当に。そうそうそう。やば。これはですね、めちゃくちゃ嬉しい。ああ、よかったです、よかったです。ありがとう。というか、僕今、かまえさんからいただいた財布使ってた。使わなくなったやついただいて、そうだから、ね、そうそうそう、だから、いつかね、はい、ちょっと新品を、はいはい、ちょっと差し上げたいなと思っていました。ガチのプレゼントということで。いや、俺ね、正直このサイズ感だと、カポかな。うん、で、確かに3000円ぐらいカポ、うん、カポだなって思って。いいカポね。いいカポ出すとね。いや、ありがとうございます。そうなんです。すごい、たくさんいただいてしまって。いえいえいえ。その財布を使っていただいて、はい、36歳の荒木凛太郎もどんどん頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。もうパンパンになるぐらい、はい、ね、頑張りますんで、おしゃれごちそうしてくれ。いや、もういい。いや、嬉しい、マジっすか。うわ、嬉しい。よかった、よかった。いや、めっちゃ使いますね。いや、使ってください。ありがとうございます。使ってください。うわ、嬉しい。ということでね、実はね、この動画が上がる頃には、一人でも実は動画回してきたんですよ、今日来る前に。あ、そうなんですか。そう、果たして荒木凛太郎はどんな顔をするでしょうかって動画撮ってから、今日ここ来てますから。あ、じゃあ、俺本編見るまで、わかんないこといっぱいあるんです。そう、いっぱいあるんですよ。家で一人で回したんですよ、彼。うわ、マジっすか。リモートで、リモート誕生日を一人でやってたんですね。いや、まあ、だから、ちょっとドッキリではないけどね。どういう反応をね、するのかなっていう、ね。ああ、なるほど。すいません、どっちも喜んで。いや、それは嬉しいですよ。それは本当にもう。いや、もう、
います。めっちゃ嬉しいですね。よかったですよかったです。最後に36歳の抱負を語っていただきまして締めましょうかそうです ね、そうだそうだ、36歳の抱負はですね、はい、まあ、本当はね、2022年の年男の年に、うん、いろいろ大きい動きをしたかったんですけど、はい、やっぱりまだコロナも、ね、うんうん、全然落ち着かないということもあってどうなるかなと思ってたんですけど、うん、でもまあもう来年は、アルバムも出し、おーおー、ね、またちょっと全国も行ける感じに、うんうん、まあ行けなかったも何かしらのやり方見つけて荒木凛太郎の歌をいろんなとこで鳴らせるように、はい、頑張ろうと思っております。そして一コアもね続けますから。期待してます。やめない。いやということでございまして、はい、36歳おめでとう。ありがとうございます。本当によろしくお願いします。ということでこの動画を気に入っていただけた方はですねチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。おめでとう。ありがとうございます。皆さんも。待ってますよ。ありがとうございます。はい。いやー、マジで。